はい、皆さんこんにちは。 JKMA 太極拳クラブ入社をインストラクターの奥西聡です。私のプロフィールについては下の概要欄をご覧ください。この動画は前回撮った太極再起法の続きです。その動画を見てない方はまたそれを見てからよかったら見てください。はい、でこの太極再起法は太極拳をするための体の中の気功法、気を練るための練功法です。で前回お伝えした無極と根源とを行うことで、いわゆる逆腹式呼吸や体を沈めたり引き上げたりするっていう小高の動きを練習していただいたと思うんですけども、その段階を経て体をこう安定させて重心を下げて沈めていくだけでなく、お腹の中で何かこう熱みたいなエネルギーみたいなものがこう下がったり上がったりするっていうのと、呼吸それから意識っていうのが全部連動して動くっていうところをつかめたら次の段階に入っていきます。はい、ではちょっとやってみましょう。よかったら皆さん立ち上がって一緒にやってみてください。いわゆる太極拳でよく言う介護手っていう手法ですね。で動作が大事なんじゃなくて、体の中の電気、体の中で気を練っていくっていうことがとても重要になります。はい、では行きましょう。胸の前でボールを抱えて、少し膝を緩めて腰を落とします。そしたらゆっくりあばらとあばらをこう広げるように手を動かします。で手の内側にある空気を濃縮していくような感じで集めていきます。そしたら濃縮された空気の弾力で手が押し広げられていくような感覚で手を開く。そしたら空気を逃がさないようにしながらそこを集めていく。そしたらその集めた空気が押し返されるような感じで広がっていく。そういうようにイメージしてみてください。もちろんこう開いていくときは気は四方八方に拡散していく。まるでこの木と枝と葉のような感じ。一緒にあと5回やりましょう。体の動きに合わせて意識を少し膨張させるようにして、手が合わさっていくときに意識を少し体の奥の方へと移動させていきます。前回お伝えした根源と無極刀の時とに説明したようにですね、しっかりと重心が物理的に骨盤の中を安定した位置で通っていくように心がけてやってください。はい、三体式、三体式をやります。足を少し大きく開いて、で後ろ足に7、前足に3ぐらいの体重をかけます。で両足で螺旋を作っていきます。この鎮式太極拳は足を外側にねじる動き、それから内側へねじる動き、これを合わせて同時に編み込むようにこういう感じで足の筋肉を使っていくんですね。この足の動きがものすごく難しくて、まあ実際にちゃんと太極拳、鎮式太極拳を練習されたいという方はぜひ教室に来てね、練習するようにしてみてください。足を外にも内側にもねじって、こういうふうに体重移動していきます。
で、この力の混ざり合ったものがお腹の中で混じり合って背骨の中をこう上がっていく。足の練りが出来上がったら、その螺旋の力を背骨を一本ずつ使って回して動いていきます。で、この背骨にねじりを伝えるように動けるようになった方は、手の動作を加えて少し手をすぼませるような感じで、で押し出すときにねじりを加えながら、少し手のひらも花が咲くような感じでふわーっと開くようにして押します。そしたら少し興奮した部分を沈めながら緩める。で、ここからまた、ご一緒に、で、こういう木があるところとかで やってるときはもう離れたところから木を実際にこう押していくような感覚でやって、引くときにこの木からちょっとこういいもの、新鮮な空気を吸収していくような感覚。行うといいと思います。で、反対も。で、遠くに木がある場合は、10メーターぐらい先の木を見て、そこに向かって意識を飛ばすような感覚で行います。この10メーター先のものと自分の意識をつなぐようにすることで、脳の集中力を高めて体のパフォーマンスを上げていけるように。で、実際に重くちょっとドロドロっとした空気に粘りを感じていけるように、押すときは少し重みのある人を体全体でぶつかって、そこから少し体の中からエネルギーを放出して押していけるような、そんなイメージでやります。はい、いかがだったでしょうか。今回は動静会合と3体式をご紹介させていただきました。はい、次で最後の3本目で全体を完結させる予定にしてます。ただ今日紹介した三体式はすごく難しいので、まあそのやってすぐできるようなものでもありませんし、時間をかけて何年も何年も、最低でもそうですね3年ぐらいはやっていかないとなかなかこの感覚つかめてこないと思うんで、はい、まあちょっと地道に長く、まあこういう木とかあるところとか空気のきれいなところでしっかりと呼吸を大切に取り込みながら、きれいな空気を筋肉に練り込んで、あと体の内臓と連動させて動かすっていうことを楽しんでいっていただければいいかなと思います。今日の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。